そうですよね。コロナって移っちゃうかもしれない。そうした時にやっぱりどうなるかです。だから明日社長亡くなっても会社は続きますか？私は今の社長、ね、一族外の私より20下の人間を選びましたけど、彼の、指名する前から私が死んでも残るような体制は作ってました。みんなで考えさせるということを作ってました。ですからそういう意味ではね、そうじゃなくて社長が全部一からやってるの会社は残らない。ね、社員さん考えてませんから。社長の言う通りやるだけですから、それじゃあやっぱり会社は残らないですね。から死ぬべきとこをね、から3つの真実、これはですね、誰も疑いが持てない、ね、違うと言えないっていうこと、それは一つは必ず人は死ぬ、から人生は一度しかない、二度ないですよね。それから人はいつ死ぬかわからない、これ田坂さんという人が言ってるんですけど、本当に私実は去年10月にがんの手術をしたんです。がん。これ食道がんで、初期のがんです。ですから内視鏡で取ったんです。それから、甲状腺に、がんがあるっていうことも聞いて、これは大丈夫だそうなんですね。で、やっぱりそういうがんのね、あるって言われて手術をしたときに、あ、俺はいつか終わるんだなっていうことをすごく自覚をして、今、本当に毎日いろんな勉強して人を作りたいな、人徳になりたいなと思ってやってますけど、やっぱりそういう覚悟はすごく必要でね、死ぬことは 100% 約束されている。ね。成果、先ほど言ったように、やっぱこんな思いを持ってですね、何が言いたいかというと、後継者を育てていただきたいんです。後継者を作っていただきたいんです。それはなぜか。社員の幸せのためです。お客さんの幸せのためです。仕入れ先の幸せのためです。地域の幸せのためです。そのために次の代を作らなければ、いつかいいかじゃなくて今日作る覚悟をしてやっていただきたいんです。これが皆さんにまず言っていきたいことなんです。社長は死ぬんです。いつ死ぬかわからない。明日かもしれない。だから準備を必ずするということ。これが重要だというふうに思います。今日から100年、これから3代の後継者作り。2020年に創業100年となった企業は、なんとね、3万5000社あるそうです。ね、今年ね、100年企業になったのは3万5000社あるそうです。で、10年偉大なり、20年恐るべし、30年にして歴史になる。皆さんの会社は30年でとね、残っていれば、それは立派なことなんです。実は30年続く企業っていうのはね、1% 割ってるんです、ね、皆さんは残って当たり前と思うけど、そういうことじゃないんですね。ですからそういう意味では30年残ったら立派です。ただしそれを次の代作らないと残りませんよね。ですからそういう意味ではやっぱり次の代を作りましょうよ。私はそう思ってます。100年ね、今日から100年どうやって目指すかってことを考えて次の代をちゃんと作りましょう。で、次の代をちゃんと作ったら、その作った後継者は、また先代と同じようなやり方で後継者を作ります。だから、100年企業行くんですよ。いいですかね。社長が4代いないと100年企業にならない。任せないと後継者を育たない。ね。社長は一人で50年もできないんです。ね。ある方がね、俺は100年社長やるっていう。18で創業して118まで生きるんだっていう人いますけど、118で経営したらおかしいやね。やっぱり大体ね、65とか70で譲って次の代を作るということになると、大体4代の社長がいるんですよね。はい、それでは次行きたい。